みなさんこんにちは、郡山市県民リポーターのひらがな4文字えみたろです。今日は郡山市大月町に来ています。で、これからですね、この、農政連大月支部さんの田植えをお手伝いしていきます。ちょっと私もこの規模初めてなのでちょっと楽しみです。頑張ってきます。農政連大月支部の支部長佐久間さんと営農部長の荒川さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は田植えお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。この後もこまめに管理されたりするんですもんね。はい、はい、水がなくならないようにやっぱり毎日ちょっと見に来て、どのくらい減ってるかとかのようを管理したり、あと周りの草生えた時には刈ったり、最終的にはまあお米実った後収穫して、その後がまたちょっとあれなんです ね、 そうですね。ご飯ではなく、はい、お米だけじゃなくて日本酒、日本酒になります。いいですね、日本酒になる。ありがとうございます。日本酒作り始めて20年になるんですけども、あの最初にみんなでちょっと自分たちの作ったお米で、あの日本酒でちょっと飲もうよっていう話から始まりまして、美味しかったのでちょっと販売してみようかということで初めて20年。味の方もですね、フルーティーで美味しいと思います。ぜひぜひ皆さん、秋のお米もいいですけれども、12月下旬に発売されます、はい、大月の方もよろしくお願いします。チェックしてみてください。ありがとうございます。